で安い。お持ち帰りのピザタルト、でかいよ、うまいよ、安いよ、大好き。お持ち帰りのピザタルト、お持ち帰りはピザタルト。たくましく生きて、美しく装おう。本当のおしゃれとは見事なものだ。ニューボクシー、島に愛を、車に夢を、メッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよハンズ、ジャンボステーキください。焼き加減は俺ミディアム、俺は私デカ減なし、手加減なしのうまさとデカさ。沖縄県の企業商店をお手伝いする、活性化応援番組、ありがとう。ちいちゃん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。お願いします。ピンクを担当する、はい、宇宙一負けず嫌いのカナです。よろしくお願いします。宇宙人ブルーを担当します、エイサー大好き瞬間です。よろしくお願いします。やっていけそうな感じ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美人三姉妹です。さびれてしまった糸満市の公設市場をどうにか元気にしようと、今町小屋で毎週土曜日に民謡好きの人が集まり、三線や太鼓を持ち寄り歌っています。どうにかおきかつさんの力で昔の糸満の公設市場のように活気あふれる町小屋にできないでしょうか。ご協力よろしくお願いします。はい、それではこちらがですね、はい、ヤンガンさんです。はい、おはようございます。2平デイビル出ましたから、ね、ボディービルあ、めっちゃ怖い。うふふってやばい。ささやき、はい、怖い怖い、ドレスが挟まる、ここ怖い。コンセプトですね、あの米軍の基地 の形に似てるということで、うん、名前をそのままもらってコンセプトをつけました。コンセプト、コンセプト。ちなみにこれ洗濯機メーカーなんですか？はい、ソニーから借りたけど、ソニーから、あ、ソニーから、はいはい、はい、東芝です。ありがとうございます。ソニーで買った東芝の洗濯機。そうですね。あの、これ何？飾り、あ、飾り。すごい。次もまた面白いところありますので、はい、行きましょうか。はい、お願いします。はいはいはい、こちらちょっと上の方見てもらっていいですか？あ、これちょっと開港写真が飾られてるんですけど、すごい、昔のね、はい、糸満の、はい、海んちの風景だったり、そういったこう漁の風景だったりっていうのがちょっと写真として残ってるんですけども、じゃあちょっとね、はい、あの、まあ、こう海ん中の町糸満市なんだけど、はい、あのこうミイカガンっていうのがあって、ゴーグルなんですよ。ゴーグル、こう木の枠で作って中ガラスになってて、このゴーグルの初代っていう言われてるのがミイカガンっていうのが発祥の土地がこの糸満市ってなってて、なんですか、この漁でこうパタパタこう叩くパンタタチャーっていう漁があるんだけど、パンタタチャ、バタフライって泳ぎ、あ、泳ぎこれ、うん、そうだ、バタフライ、ちょっと3人ともちょっとバタフライの動き、はいはい、でこれで水面を今じゃあちょっと4人でやってみる、こう水面をこう叩いて魚を網の方に生かして、それで漁をさするっていうのがパンタタチャ。ちーちゃん、パンタタチャ、オッケー、ちーちゃんパンタタチャ言えてる、はい、もう1人で行ってみよう、せーの、パンタタチャ。パンタタチャで、そのちょっと海んちの流れで、はい、マグロの枕っていうのがね、マグロの枕、え、めっちゃ想像してるけど、ちょっと想像してイメージ膨らませて、マグロの、そうそうそう、
マグロの枕。枕。それが糸満布団店さんにあるので、ね、ちょっと行ってみましょう。あ、いっぱいあるよ。はい、ちょっと入ってみましょうか。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。タミさん、こんにちは。失礼です。失礼します。あ、いいですか。はいはい、こっちがまあ糸満布団店さん。もうたくさんのね、布団がほら、すごい、いっぱい。ゴザだったり、こう枕カバー、布団カバーもいろいろあるんですけど、この中に、え、トミさん、はい、マグロの、はい、枕が、枕、はい、これ、あ、これやさ、ちょっと取れる。これが、これどうなるんですか、マグロが寝たら。これね、これに寝たらね、心地よくってね、マグロがね、暴れなくなるの。そうなの。これがマグロの枕。ちょっと触ってみて、これ。嘘。どういう気持ちよくて暴れないの。人間でも布団の上に寝たら気持ちいいさ。マグロも一緒的な。マグロも一緒。マグロの匂いする。敷いて寝てる。匂いはしないね。じゃあこれをね、じゃあ一回、じゃあカーナ、じゃあ一回寝てみようか。せーの、起き立つ。あげっぱなし。あ、オッケー、オッケー、オッケー、で、ね、しなこん。たくましく生きて、美しく装おう。本当のおしゃれとは見事なものだ。ニューボクシー。島に愛を、車に夢を。ネッツトヨタ沖縄。おきかつ。マグロがもう絶対あの動くマグロが眠るって言われてる。マグロの枕に。朝ごはんいっぱい食べたから。あ、元気。あ、元気。ああ、もう元気だから。寝るわけないよな。ちょっとじゃあ寝るわけがない。寝るわけがない。まさか。ありえ、多分寝た瞬間飛び起きるはず。まさかね。まさか眠るわけない。目閉じるわけない。早い早い。早いよ。早いね。かなり早い。じゃマグロの気持ちよ。え、瞬間も、うん、みんな行こうか。まさかエーサー、エーサーね。まあそんなね。エーサー踊ってるね。そんなに気持ちよくないでしょ。あ、目が閉じ。こうなんかマグロ、これを買いに遠くから来る。そうそうそう。ヤンバルから。うん、あの名護あたりから、ね。で、あの一応糸満の海中向かうけど、港川。港川。ああ、はい。いっぱい来る。へえ。すごい。暴れないから傷つかないし、うん、あの痛みもないから、はいはいはい、もう新鮮なままも直送できるっていう。ああ、もう。そういうすごい枕。これね、30年前ぐらいから。30年よ、30年。30年マグロ生まれてないからね。生まれてない。この方が年上だからね。30年前ぐらいにある人がやってきてね、これだとマグロが傷つかないからということで、あれからずっと専属のこれ売ってるんですけどね。これはすごい。これはもう糸満のね、町がの一つの魅力にもなりますからね。さすが漁師町って感じ。漁師町。ちなみにこれっていくらするんですかね。おいくら前で1100円。1100円。お求めやすいね。お値段になっております。何回で待って、何回で何回で、え、キーヤさん、ヤさん、ちょっと何かいますよ。あ、スーさん、何ですか。一番非公認の、あ、スーさん、はい、行きましょう。え、いや、虫しばんでるよ、しばんでるよ、しばんでる。あれ、やばいやばいやばい、はぁ、あれ、人の中いないのかな。はい、次はですね、はい、あのこう毎週土曜日に、はい、歌と三線が好きなメンバーで集まって、あそこで民謡ライブがやってるんです。まあ、踊り得意って、まあ、皆さん聞いてますから。行きましょう、ちょっと踊りに行きましょう。お任せください。よし、行きましょう。歌って、はい、
本当にありがとうございました。ありがとうございました。大きかったの番組でもすごい盛り上がって、はい、市場が見れるんじゃないかなと思う。いやー、いろいろ見れましたね。楽しかったです。どうでした今日これ、これにマグロが出るなんてね、初めて知ったので、はい、私、はい、ガチャ足したの初めてです。糸満の市場で、はい、いい経験させてもらったこちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ちーちゃんもありがとうございます。まあ一応今日、はい、視聴者プレゼントということで、はい、マグロの枕、まずこちら1名様、はい、1名様にプレゼント、はい、そしてまあ市場の非公認のゆるキャラ、はい、スーさんの T シャツと、はい、CD 付き、こちらセットで1枚ですね、はい、1名様、1名様、はい、で、こちらニャンさんから、はい、チーターが作れるキットです、こちらも1名様、1名様で、こちら西平城はかまぼこさんから、かまぼこのセットですね、こちらも1名様に、1名様にプレゼント、はい、はい、計4名様に、はい、はい、お待ちしております。してます。そしてなんとさらに今回は、放送100回記念ということで、おきかつから豪華プレゼントをご用意しております。詳しくはこちらまで。どしどし応募お待ちしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。この番組はご覧の各社の提供とおきかつサポーターの皆さんでお送りしました。まーたりー。究極の100円そば。100円そばこっちの番組ね、情報が欲しいですね。取材したいなと思ってきたんですけど、ああいうジャパニーズ100円ですよこれ。うまい、うまい。なしのうまさとデカさ。たくましく生きて美しく装おう。本当のおしゃれとは見事なものだ。ニューボクシー。島に愛を、車に夢を。メッツトヨタ沖縄。